前橋天神山古墳は、群馬県前橋市広瀬町にある古墳。形状は、前方公園墳。群馬県指定史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。前橋第一条に築かれた古墳で、墳丘は三段築成で周堀を持つ。墳丘中段、下段の平坦面には、吹石が施され、段斜面には、 自家車上に石が吹かれていた。墳頂部には赤く塗装した底部線香壺が円筒波庭のように配列してあった。1968年に発掘調査が行われ、公園部中央の年度角から15種165点の副葬品が発見された。なお、それ以前にも発掘が行われているようだが、詳細は不明。1970年に、 群馬県指定史跡に指定された。現在は年度格のみが保存されている。なお、土地開発により、紛糾の大部分が削られ、現在残っている部分はわずかである。1968年の夏、作兵間近となった前橋天神山古墳が発掘された。この時点ではすでに前方部は削られており、公園部も調査後に作兵予定だった。しかし、 この時の調査では埋葬施設は確認できなかった。そして決定的な発見に至らないまま削られていったが、調査に参加していた高校生が発掘後も古墳に通い続け、ある日削られた断面から粘土の塊を発見し、工事が中止となった。翌年の冬、新たに見つかった埋葬施設の調査が行われた。調査後、古墳の重要性が認められ、 残存部が保存された。前橋天神山古墳出土品、東京国立博物館展示。出土品のうち三角園四に四重鏡、三角園五神四重鏡東京国立博物館展示。三角園五神四重鏡は同じ型を用いて、鋳造された鏡として、奈良県桜井市桜井茶臼山古墳、同天理市黒塚古墳のものがある。これら副葬品の内容に、 東日本の古式古墳の特徴が現れており、国の重要文化財に指定された。現在東京国立博物館に収蔵されている。ありがとうございます。